の戦場も未来への大事な一歩。着実に、着実にな。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。まずは関羽軍と合流し事情を聞こうぞ。この馬鹿げた混乱を沈めに来たのか。太鼓、この騒乱は例の偽物の仕業。あの者を見つけ出す必要が。偽物が存在することはすでに察して、私の見立てでは本陣を動かぬ者が怪しい。とはいえ戦況を落ち着かせねば話が進まない。コーラの力で孤立している諸将を救えよう。心得申した。我らに任せられよ。三河武士の一行じゃ。すでに戦いは始まってしまっておる。早う偽物を見つけ出さねば。幸いまだ大事には至っていません。説得しながら偽物を見極めましょう。助けていただきありがとうございます。三河武士よ。救援片付けない。くしょ、これも偽物の仕業か。こいつは争わせるとは汚ねえぜ。西に技法を持たせた伝令兵を伏せておいて、敵陣まで導けば多少は争いを抑えられる。いかがでしょう。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。お、助かったぞ。三河武士の抑えておいでですな。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。さすがのお働き。私の知略に勝てるとお思いか。とことのそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。三河武士の一行じゃ。動けない。も考えずに争うと。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。
は引かねば敵将を討ち取ったり。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。いかは武士の王者、いかは武士の王者。争い始めたものをさらに騙す。さすが哀れだ。これも方便というもの。置いておけ。次は容赦しねえぞ。もう救援とは感謝する。私の知略に勝てるとお思いか。王者、引くことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。かたじけない。このような争いをするべきではない。ただ私はどうすれば。感謝くん、お父さん倒すしかなくない。こうなったのってセンターの人が原因だし。引くことがそのまま負けではない。助けてくれたのね。お礼を言った方がいいのかしら。偽物が紛れ込んでいる。それなら怪しい。あの子が…張飛を助けたい。それなら北の投石機を使うといいわ。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。うちも撃ったり。これぞ三河武士の意地よ。悔しいが、俺は引かねば。敵将を討ち取ったり。やるじゃねえか。武士の一王者。このやり、解け落としじゃなさそうだな。王者、自分は任務を果たす。上演か。ありがてえ。人間同士が相争うとは、なんと悲しい状況でしょう。皆望んで戦っておるわけではあるまい。
我らの力でどうにか止めねばならぬ。さすがのお働き。引くことがそのまま負けではない。敵将を討ち取ったり。泣かせねえ。おりゃ、いや、アイロー。私は皆の真に報いねばなりません。脅威よ、その心意気やよし。ならば互いに死力を尽くさん。おやめなさい。このような争い何の意味があるのです。おっしゃる通りです。月曜から武士のレスラー将とは戦にて意を示すものゆえ。さあ、これと勝負だ。覚悟しろ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。救援を片付けない。さて、いよいよ偽物を懲らしめる時が。怪しむべきは宝石。言動を見れば明らか。宝石となれば、あとは正体を暴いてやればよい。勘勝負、我が策をなすと手を貸してくれ。うん、承知つかまつった。なんと、この戦偽物の計り事であったか。ならば疑わしきはあの娘か。まさか父上がそんな。乱将軍の死をもってこの乱は成就する。となれば必ず事の真偽を確かめに現れる。参ります。活躍を見せつけてくれるじゃないですか。相棒、全知全能たる私の心眼を欺けるはずなのに、すでに正体は知れている。浜物前の分身。わらはおたばかりおったか。許せ、許さぬぞ。敵将を討ち取ったり。黒幕は倒した。これで両者のわだかまりも解けよう。この世界にも意地を示せ。偽物を上場。